ロドリゴテージョはチリサンティアゴ出身の元サッカー選手。元チリ代表。ポジションは MF。本来のポジションは左サイドハーフであるが、左サイドならウィングでもサイドバックでもプレー可能である。ミドルシュートが得意である。1999年にウニベルシダチリからデビューすると、2000年には母国の最優秀ミッドフィールダーに選ばれた。2001年1月。 同郷のマリオ・カセレスと一緒に、ポルトガルのスポルティング CP に移籍金700万ユーロで移籍した。この移籍金は、スポルティングのクラブレコードとなった。クラブの重要な選手の一人となったが、途中出場がメインであり、本職の左サイドハーフではなく左サイドバックとして起用されることもあった。2007年5月、トルコのベシクタシュ JK に移籍した。2008から09シーズンは、 リーグとカップの2冠に輝き、自身はリーグベストイレブンに選ばれた。20代前半からチリ代表に選出された。2000年に出場したシドニーオリンピックでは銅メダルに輝いた。トルコを渡り歩いた後は母国のアウダックスイタリアーノでプレイし、2016年4月28日に現役引退を表明した。ありがとうございます。